デニス・イバーノビチ・ホンビー人は、ロシア演劇系盲起の劇作家であり、劇曲は現在でも上演されている。主な作品は、同時代のロシア貴族をあざける風刺喜劇、旅団長、親がかりの2作、リボニア系ドイツ人貴族の家庭で、モスクワに生まれた。モスクワ大学で教育を受け、非常に早い時期から、執筆や翻訳を始めた。彼は、政府官庁に勤め、 エカチェリーナ二世知性化における偉大な貴族の一人の伯爵に聞いたパーニンの秘書になる。パーニンの秘護のゆえ、フォンビー人は逮捕を恐れることなく、批評的な儀曲を書くことができ、そして1760年代後半、有名な喜劇、旅団長を初めて発表した。資産家だった彼は文学や知的世界で有名になっていったが、常にプロの著作家というよりかは、 芸術の愛好家であった。1777年から1778年にかけて海外を旅する、その主たる目的には、モンペリエにある医学部の探求にあった。彼は、フランスからの手紙で旅路を記す、当時の三文体における最も高画で、代表例と言えるうちの一書である、また、エカジェリーナ二世の地世期における、ロシア人エリートらによる、 フランス文学趣味へと完全に依存している中において、反フランス的なナショナリズムで最も際立った書である。1782年に、フォンビー人の第二作目にして、史上の喜劇、親がかりを発表、明確に、ロシアの儀曲家として最重要な人物に分類される。晩年、繰り返される苦しみ、そして健康のために、海外旅行をして過ごした。1792年に、 サンクトペテルブルクで死去。フォンビー人の名声は二作の喜劇にほぼ完全にかかり、それは紛れもなく、後にアレクサンドル・グリボエドフの血の悲しみが現れる以前で最も人気があったロシア演劇である。それら両三分とも古典喜劇のカノンである。フォンビー人の主なモデルはモリエールではなかったが、彼は偉大なデンマークの劇作カルズビ・ホルベアをドイツ語で読み、 その戯曲の数作品を翻訳している。どちらの喜劇もよく噛み砕かれた上ではっきりとした軸を持つ社会風刺激である。喜劇、旅団長は当時流行していたファッショナブルなフランス式純教育、プティメトラに対する風刺である。それは親がかりほどシリアスでないけれど、とても面白みにあふれ、よりうまく構成されている。親がかりは劇的な構成としては、 不完全だけれども、一層優れている作品であり、当然、ポンビー人の傑作とみなされている。風刺作品、親がかりのポイントは、無学の地方貴族の野蛮さと、利己的粗雑さや蛮行に対して向けられている。主要登場人物のミトロファヌシカは、一人の人間的特徴が持つその救いようのなさ、彼の子煩悩の母の苦悩を受け止めず、俗悪人で冷酷にして、利己的であった。 これら意地の悪い登場人物の会話の内容は、写実的で細部にわたって個性を発揮させている。そして、それは、性格描写における最高傑作、ロシアフィクションにおける偉大なポートレートギャラリーとして紹介するに値する。その人気を図る尺度として、戯曲、親がかりからの複数の表現が格言となっているほか、数多くの作家たちは、 この演劇より欠かさず引用し、または登場人物の名前を挙げて少なくともヒントにしていた。This article ink text from DS m a r s k i s A History of Russian Literature A Publication Now in the Public Domain ありがとうございます。